しくお願いします。安住さん、次長と申します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。豊漁場の方に本社を構えます、プラスチックの製造販売をやっている会社でございます。何かうちに私に、なんか協力できることはないかないかなということで、ちょっとお話しさせていただいて、まあ、このような運びになったということでございます。この原油の中電池から技術的なことはもちろんのことですね、人としての何か盾になる、何か一言したことが、今日この時間の中で何かみんなが食べたら一番幸いかなと思いますので、ぜひとも有意義な時間を作ってくださいお願いいたします。入部した時に一期生だったんですよ。高校 2,3 年の生徒に比べるとやっぱ体格差がすごいあるし、高校年代はだから試合をすれば吹っ飛ばされるしっていうのが日常茶飯事で、高校1年の時は負ける試合が多かったですね。負けることが問題じゃなくて、1年から試合に出れば経験をその人の3倍積めるなと思ったし、まあ、10回初めミスしてたとしたら次を9回にしたりっていう。ではちょっとここで一旦グループディスカッションで皆さんの時間にしていきたいと思います。しないというか選ばれてないだけなのかもしれないですけど、僕はしたくないんですよ、まあ、自分の特徴として周りをしっかり見れるっていうのもあると思うんで、でしゃばりすぎずチームにとって何が足りないかっていうのを見極めた上で、まあ、年齢も上がってきて後輩が増えてきたんで、どういうタイミングでアドバイスをしたらいいかとか、まあ、そういうのも考えながらやれるようにはなったんで、今の阿部選手のお話だったりこのワークシートを参考にしながら2番3番のところに書いてみてください。あ、もうこれはもう取り組んでいくよ、こういうのがあったら3番に書いていたらいいんじゃん。自分らしさは誰とでも仲良くなれること。お、めっちゃすごいことや。俺はできひんのか。2番は味方が失敗した時とか、うまくいかないで気持ちが落ちてる時に声をかけてあげること。めちゃいいことだね。サッカーだけじゃなくて多分他のこれからの人生にも絶対役立つと思うから、その長所をどんどん伸ばしていってください。はいはい、ありがとう。ごめんなさい。みんなに一つ言いたいのが、まあ、これからの人生そのサッカー頑張っていこうと思ってる人もいれば、サッカーやめて就職したりすると思うんですけど、これから絶対失敗すると思うんですよ。人生において失敗というかつまずくこと、自分がその思ってる通りにいかないことってこれから多々あると思うんですけど、それは絶対次につながると思いますし、それで立ち止まらなければそれが絶対プラスになると思うんですよ。ポジティブに考えれば、今目の前のミスはミスじゃなくなると思いますし、成功した時にそこで立ち止まらなかったからとか、あの経験があったからっていうふうに言えると思うんで、これからどんな人生みんな歩むか分かんないですけど、何にしろ本当にチャレンジを大切にしてほしいです。失敗を恐れずに。みんな頑張ってね。